お、シスターちゃんのマリアだ。チャオ、コメスタイ。アーメン。喧嘩売ってるのか、日本人。殺すぞ。あれ、何か間違えた？シスターってよくアーメンって言うじゃん。ニュアンスだけで大事な言葉を軽々しく使うな。殺されたいのか。アーメンは挨拶じゃない、祈りの後に捧げる言葉だ。そんなことも知らずにこの世界を平和にする気でいるのか。殺すぞ。語尾が全部物騒な人に注意されたよ。礼儀を知らないならいっそ喋るな。何の反応もするな。反応しないなら死んでるのと同じだろ。だったら死ね。すげえ理屈だ。じゃあさっきの挨拶の返し方を教えてくれよ。教えるかよ。こっちはもうお前に声をかけられたくないんだ。殺すぞ。いやあ、私コミュ強だから絶対声かけちゃうね、会うたびに。ならせめてまともな挨拶を返すんだな。殺すぞ。あ？殺すぞ。殺す。殺す。ぶっ殺す。ぶっ殺す。やった！言葉のキャッチボール成功だ。してないだろ。お互い殺伐としただけだろ。通じ合えたと思ったのは私の勘違いか。でもシスターなのにいいのか？死ね死ね、殺す殺すって。シスターだって普通の人間だ。人を殺すことくらいあるだろ。普通の人間は人を殺さない。仕方ない。マリリンと仲良くなるには世界共通言語しかないか。肉体言語で戦いを通じて分かり合おうぜ。おい、今なんて言った？マジで殺すぞ。肉体言語？その前、俺のことをなんて言った？マリリン。ティウチード。うわ、意味がわからないのに怖い。喧嘩売ったのはそっちだ。相手になってやるから死ね。待った、私たちが殴り合うんじゃない。一緒に戦ってお互いを認め合うんだ。だからアリーナ行こうぜ。到着。さて準備しよう。もう殺していいか。だから相手は私じゃないって。面倒な日本人に捕まったもんだな。そう言いながらアリーナまでついてきたマリリンはいいやつだよな。殺すぞ。その怒りをエミュレーターにぶつけようぜ。私らならやれるさ。砕けろ。肩慣らしにもならないぜ。くそ、ガン首揃えやがれ。撃破。ふう、どうだった？私と一緒に戦ってみて。なるほどと言ったところだな。話には聞いていたけど、31A の部隊長は死ねってところだ。今絶対に褒めようとして無理やり死ねに持っていったよな。うるさいぞ日本人。名前も呼んでくれねえし。私の名前覚えてる？カヤモリルカって言うんだけど。覚えるに値する人間性ならそのうち覚えてやるよ。マリリンからはツンデレの気配を感じる。殺すぞ。いやでも自由時間まで戦っちゃうとヘトヘトになるね。いきなり連れて行ったりしちゃったけど平気だった？ベーネ。ん？なんて意味？イタリア語でいいぞ。オーケーみたいな意味だ。へえ。丁寧に言いたければバ、ベーネ覚えとけ。ベーネ。それと最初に言ったチャオコメスタイにはベーネ、グラッツェで返せばいい。それが礼儀だ。ベーネグラッチェ。
チェじゃなくツェだ。殺すぞ。ベーネグラッツェ。マリリンを誘ってお風呂に行こうかな。マリリン、一緒にお風呂行かない？その呼び方をやめる気はないのか。殺すぞ。仲間はあだ名で呼ぶ。これは日本の礼儀だ。あと裸の付き合いもね。なんだと？なら認めるしかないのか。礼儀正しいにも程がある。柔道服と斧取ったらただの美少女だった。柔道服着て物騒なもの持ってもただの美少女か。殺すぞ。満ち溢れてこぼれて落ちるぐらいの自信がすごい。でもシスターってもっとおしとやかで慎み深いんじゃないの？そんなもので何かを救える時代じゃないだろ。じゃあなんでシスターの格好を続けてんの？さあな。いつか俺が修道服を脱いだ時にまだ生きてたら話してやるよ。今服脱いでる。私生きてる。今ここで殺すぞ。やっぱマリリンって怖い。いい湯だな。